ポートメインに活動してますギタリストの池田拓馬です。お願いします。お悩みを教えてください。長時間ギターを弾いたりとか楽器担いで運ぶことが多いんで結構背中が凝りやすくてですね、現場が増えれば増えるほど背中が痛くなるっていうのが一番悩みです。どれくらい持ってるんですか？現場によって使う使わないがあるんで、多くてもまあ3本とかなんですけど、基本は1、2本です。あと足元とかケーブル関係とかも持ってくんで意外と荷物多くて、肉体使いますね。そうなんですよ。楽器やってて体壊しちゃう人とか多くて、40代とかになると割と体にガタが来るらしくて、先輩からは今からケアしといた方がいいよとは言われてるんですけど。どういったストレッチされてるんですか？なんかこういうストレッチする棒みたいなやつ、わかります？筋膜リリース。あ、そうですそうです。やったりとか、あとは普通にストレッチしたりとか頑張ってケアしようかなとは思ってるんですけど。わかりました。告知があればお願いします。時々自分のリーダーライブみたいなのをやっていて、6月の11日と7月の11日にストレッチマイセルフというイベントを開催するので、皆さんお時間があれば遊びに来てください。ストレッチマイセルフなんですね。このストレッチとは関係なくつけました。ストレッチマイセルフって直訳で背伸びをするみたいな意味があるんですけど、ちょっと自分よりもこう普段なかなか一緒にできないような人とかを想像して目線を上げることで自分で自分を伸ばそうみたいな意味でつけたんですけど、めちゃくちゃ素敵ですね。ちょっとストレッチの話した後だったんで全然違いました。ありがとうございます。これからも活動応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。